皆様、オカルトラジオへようこそ。今日はどんな恐怖が聞けるのかしら。はい、TSC オカルトラジオ、ともです。木村です。ケイスケです。本日はこの3人でケイスケ企画。はい、そうですね、はい。まあ、一応タイトルにも出てるんですけども、うん、犬鳴村伝説にたどり着いた男ということで、はい、この人を紹介しようかなっていう感じなんですけど、はい、まあ、犬鳴村の話って、まあ、今映画もやってるし結構取り上げられまくってる話じゃないですか。そうだね。私、まあ、僕たちのチャンネルでもね、ともくんの企画で犬鳴村について、ね、ちょっと詳しくやってるんで、うん、そこについては結構その動画をまた見てもらえれば分かると思うので、うん、あ、じゃあ詳細欄にね、はい、貼っときます、ね。まあ、簡単に言うと犬鳴山峠っていうところにあるトンネルの先にその村があってみたいな、うん、それを見つけると災いが起きるというか、うん、襲われたりするみたいな都市伝説からいろいろ調べた結果、実はそれが犬鳴ダムに沈んでんだぜみたいな、うん、だからあれは嘘だみたいな、はい、でよくあると、聞く話だと法律が通用しないみたいな看板があるとか、うんうんうん、っていうような話があるんですけど、うん、まあ、結果その村はもうないって言われてたんすよ、うん、だけどあるユーチューバーがそれを見つけたって言って、お、うん、で、まあ、その人についてちょっと話したいなって思っておりますと。お、なるほど、はい。まあ、その前になんですけど、うん、その犬鳴村映画公開されてるじゃないですか、うん、はい、それをね木村さんが見てきたっていうことで、見てきましたよ、うん、はい、ちょっといろいろ感想聞きたいなと。俺実際こんなこと取り上げてますけど犬鳴村全然詳しくねえんすよ。映画も見てないし、はいはいはい、ちょっと映画の話聞きたいなと思って。なるほど、はい。清水崇監督、うん、はい、呪怨の最新作ということで、はいはい、まあ、ちょっと話題になってるんで、はい、普段ホラー映画あんま見ないですけど、うん、見てきました、はい。感想は、はい、まあ、私はいまいちかなって思って。おー、そうなんだ。まあ、そのホラー映画っていうものがあんまりなのかもしれない、その私にとってね。うん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 、まあ、怖いシーンはあるよもちろん、はい、うん、だけどなんだな、あれ結局何だったのかなっていう、はい、なんかよく例えばさ画面の隅っこになんか人の影が映ってるけど、はい、あれ結局何だったのかなとか。ほうほうほう、うん、あ、別にそれを明かすこともなく、なんかそうそう、ストーリーに関係ないような、ほう、あ、分かんない、ちゃんともう2回3回見れば、あ、分かるのかもしんないけど、うんうんうん、伏線回収できずみたいな感じですか。うん、なんかそれに関しては何だったんだろうなみたいなのがあったりとか、なんか3人なんかサンパカトリオみたいなのがいるんですよ。はい。俺らみたいな。そうそうそう。で、そう先輩みたいな。はいはいはい。そういうついて回るみたいな。それ俺じゃないですか。そう、それが電話ボックスの中で死ぬんですけど。は、はい。うん。それがその電話ボックスの中で溺死するんですよ。ほう、その、まあ、し溺れて死ぬっていうことなんですけど、うんうん、それがなんか3あの電話ボックスの中に初めはね、はい、2人入って、はい、で電話ボックスで電話を取るんだけど、でそうするとだん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 水が下からどん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 こう水位が上がってくるわけ、どん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 、ほうほう、多分そのダムに沈んだ村人たちの何かみたいな呪いとかそういうのでそうなってると思うんだけど、はい、出ればいいじゃんまず。間違いない。間違いないですね。上がってくる前に出ればいいし、どん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 水位が上がってくわけ、はい、でうわーとか言ってさ、で、まあ、パッて、まあ、切り替わって、はい、別のシーンに行くんだけどさ、でとその人たちがまあまあ、事件になって、はい、なんかその警察とかがそこ行ったのかな、ちょっとどういうあれだったか忘れたけど、で一旦シーン切り替わってまたそこのシーンになるんだよ、はい、そうするとその電話ボックスの中に2人しかいなかったはずなのにもう1人その中にいて3人になってて、はい、あれいつの間にこう入ったのかなみたいな、うんうん、なんかねそういうちょっとクエスチョンが多いというか、まあ、ホラー映画だもんでって言われたら、うん、まあ、そういうもんかなってなっちゃうけど、だからこうやって僕たちみたいに怖い話について解説してる人たちからすると、そうそうそう、あれは何っていう謎が消えないままみたいな、
もっと、うまくできたっていうか、ホラー映画だったら何でもいいのみたいな怖いシーンだったら何でもいいのかなみたいな、なんかそういうね、ちょっと疑問が残るというか。あ、じゃあ結構詳しく見て伏線回収できてる人がいたら、うん、それはこうだよっていう意見があるかもしれないですね。あ、確かにそれはあるかもしれない、うんうんうん、でも呪いだもんでって言われたら、うんうん、それまで そう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 まあそういうもんだもんでって なっちゃうかな。うーん、結構ね SF になってくるんですよね。あ、まあ SF というか、まあ、何かをきっかけにしてその結局行き着いた犬鳴村が、うん、あ、これネタバレっぽくなっちゃうけど大丈夫？あ、そうっすね。まあでもいっぱいネタバレ動画を出してる人いるし、見に行く予定？俺は後で見るっすけど、ネタバレ大丈夫な人なんで、うん、大丈夫な人、はい、あ、じゃああれっすね、うん、タイトルに書いておきましょうか、ネタバレ注意って映画犬鳴村、はい、僕はね、あの小説しか読んでないですけど、うんうん、はい、小説はもうすごく後半 SF だったので、だった、はい、へえ、その結局たどり着いた犬鳴村っていうのが、はい、まあ、過去の村なんだよね。はい、そう、過去にたどり着くみたいな、タイムスリップしてみたいな、みたいな、はい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 、そうそうそう、あの、そこがねちょっとこう、うん、受け入れられない人は、うん、受け入れられないかなっては思ったよ。はいはい、あと犬人間みたいな、あ、犬人間みたいなね。そんなやつが出てくるんですか。犬と、要は犬と、うん、犬との子供みたいな、ほう、そうそう、犬と交わってできた子供みたいな、ほう、のも出てきたりとか。そう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 。なるほどね。でも僕映像見てないんで、うん、あの本をどうやって映像化してんのかなっていうのがすごく興味があるので、あ、だからそれってその映画のノベライズみたいな感じ、はい、なんじゃないのかな。多分そうだとは思うんですけど、清水監督が書いた小説、脚本は、はい、あの小説書いてる人は別の人、別なんだね、別の人ですけど、うんうん、あ、でも原案は清水監督なので、あ、そういうことか、はい、なんか最初トモ君その小説読んだ時に、なんか僕あんまりだったっすねみたいな言ってましたよね。そう、だからその SF になってっちゃうからさ、あ、タイムスリップもんだと思って、うん、結局はね、その電話ボックスの電話を出る、うん、でなんかたどり着ける人とたどり着けん人がいるのよ。あ、そう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 、はい、いるんだよね。それが電話が結構キーだったりして。ああ、なるほど、うんうん、それに出たりとかするとたどり着けちゃうっていう。そうそうそう、そんな感じ、うん、そんな感じ。うーん、そうだね。いい、完成度が高い映画かって言われたらちょっと、うん、どうだろうみたいな。そのさ、あと冒頭8分の映像が、はい、YouTube でも見れるんだよね。あ、そうなんだ。そうそうそう、見れるんだよ。はい、それってユーチューバーが犬鳴村に行く潜入みたいなやつを、はい、撮影してる風景、まあ、その手持ちのカメラで撮ってるみたいな、はい、で女の子と男の子が行くんだけど、まあ、男の子がカメラ持って、はい、女の子がここが犬鳴村ですみたいな感じでさ、うん、ほうほうほう、行ってる映像が見れるんだけど、はい、それ結局その女の子と男の子で行くんだけど、その女の子の方が死んじゃうんだよね、そんな呪われてみたいな感じで、ほうほう、でそのお葬式みたいなのに男の子が行くんだよ、はい、そうするとさ、その女の子のお父さんが、お前何してくれたんだよみたいなさ、はい、その主人公っていうか、その一緒に行った男の子に向かって掴んでさ、胸ぐら掴んでみたいなさ、はいはいはい、やるんだけどさ、いや、もっと前に会うタイミングがあったじゃないみたいな、うん、そうっすね、うん、今ここでみたいな、なんかそういうさ、ツッコミどころが多いっていうか、そこが気になっちゃったっていう。あ、その作品として、そう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 、完成度としてね、はい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 、うん、ああ、その親に会うタイミングが、そう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 、葬式で初めて会うっていうことはないだって、あ、そのね、警察も行くだろうし病院も行くだろうし、ああそうそうですね、うん、そうですね、うん、なんか離れに住んでるんですよね確か。離れ、あ、その辺映画ではあれですか、離れには住んでる、あ、その男の子がだよね、男の子が、まあ、離れの部屋みたいなとこにいる。あ、そうか、でもあれか、女の子の方だから、そう、別に、そうか、離れとか、まあ、関係ないですね、関係ないです、まあ、確かに確かに、そう言われると確かにそうですね、うんうん、そういうのがなんかね、葬式で初めて会う、そういう演出ってみたいなさ、うん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 、なんかそういうところでなんかちょっとね、冷めちゃうっていうかさ、あ、そういうのがあった。そのわ、怖いっていうのももちろんあるし、はい、え、何あれ怖いんですけどみたいなのもあるけど、はいはいはい、
そういうなんか辻褄というか、なんかそのお医者さん出てくるじゃないですか。あ、主人公だよね。奏、奏って女の子じゃなくて、じゃなくて、あ、お父さんの、お父さんの知り合いのお医者さんね。なんかあれももみ消しやってたとかじゃないですか。うんうん、あ、そうそうそう、それ結構無理やりっていうか、小説ですら結構、そんな分かりそうなもんだけどなみたいな、うん、あ、なんかその呪いで犬鳴村の呪いで死んじゃったっていうことをそのお医者さんが隠すんだよね。ほう、うん、あ、その広まらないようにってことですか。その変な噂が流れないようにとか、そうそうそう、そういうあの役のお医者さんがいて、はい、それもね、本当そのなんか、うん、都合よく出てきたみたいなさ、そうそうなんですよね。でのこれを知るのは俺たちだけだみたいな感じじゃないですか。そう、そんな感じだね。なんかその最初ともくんが小説を読んで、うん、僕あんまだったっすねみたいな、でなんか俺たち、あ、そうなんだみたいな感じだったじゃないですか、うん、でいざ映画公開されたらすげえ評価高えぞみたいな、あ、そうそうそうなんだよってなったじゃないですか。なった。でじゃあ見てみようって言って木村さんも見たじゃないですか。見た。ただその割に結構ね、あのツイッターとかでも面白いとか上がってましたけど、いざレビューみんなの聞くと、うん、いやーなんかねみたいな、このパターン多くないですか何この現象この映画に関してってこと。うん、この映画に関して。ああ、まあでもそれだけ見てる人が多いっていうことだよね。多いっていう、うん、あとお客さん、観客、はい、若い人が多かった。あ、そうなんだ。もう20代前半、10代後半みたいな、はい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 、若いっすね。うん、本当にすげえ若い人たちばっかりで、久しぶりになんかそんな若い人たち一緒に映画見たみたいなさ本当に、そういう層に対してアプローチしている映画なんだなと思って。あ、でもまあそうかもしれないですね。だったらそういうちょっとずさんな、うんうん、私から言わせるとだけど、そういうずさんな演出とかもまあ、まあ、ありなのかな、かかみたいなところですね。うん、ってなっちゃったけどね。でなんかその公開される1年前ぐらいに、うん、いろんな YouTuber たちが犬鳴村について取り上げてたんですよ、うん、そのそういう伝説があるとか、はい、ここの話はどうだっていうのを、うん、でそこ行ってみるけど見つかりませんでしたみたいなの結構上げてたんで、うん、多分若い子が犬鳴村に興味持ってるっていうのを知ってて、うん、ああなるほどね、そこに向けて作ったみたいな感じなんですかね。 YouTuber 発信みたいな発信で。確かにその犬鳴村の話 自体は多分その90年代の、うん、そうかなり昔の話だもんね、うん、それを YouTuber が取り上げて、若い子たちに浸透させたみたいな、させたみたいな、あ、それはあるかもしれんね。だからこそ今それで映画化で、うん、その昔から知ってる人はもうそれ自体で興味持つじゃないですか、タイトルだけで、うん、でさらに若い子たちも今興味持ってるから出しどころだっていう、うん、そういうのがあったかもしれない、ね、戦略がありそう、うん、でさらに YouTuber っていうのも絡めてるじゃないですか。あ、そうそうそうね、うん、で、はい、あとキャストなんですけど、はい、はいはいはい、三好彩香さんっていう方が主役なんですよ、はい、ほうほう。で何だったっけな、いや臨床、心理師みたいな、みたいなみたいなほう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 、そうそうそういう役なんだけど、はい、なんかまあ、周りからも先生とか言われてて、うんうんうん、で、まあ、先生なんだろうけど、その YouTuber でさ、男の子と女の子が行ったって言ったじゃん、はい、の女の子死んじゃって、男の子はその三好彩香の兄さんなんだよね、はい、うん、だけどそのビジュアルが可愛くて、その男の子が、はい、坂東龍太さんっていう俳優が演じてる、はい、可愛い可愛い顔してて、あ、で逆にデッドストックの人だ、あ、そうなんだ、はあはあはあ、で逆に三好彩香さんは老け顔って言ったらあれだけど、すごい綺麗な、はい、で大人っぽ い, みたいな、大人っぽい、すごい大人っぽい顔だから、はいはい、姉さんじゃねえのかな、先生とか言われるし、うんうんうん、姉さんじゃねえのかな、そこもねちょっとアンバランス入ってこんかったあ、なるほど、うん、なるほど、そういう点が多いですね。そうなんかそういうね、そう多かった、あ、別にいいんだけどみたいな、みたいなそう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 、気になっちゃうよみたいな、そうそうあ、そうか、なんかでもその話を聞いて、うん、ストーリー自体はもうちょっとどうでもいいかなっていう感じになっちゃいましたね、うん、映像のそのどういう撮り方をしてんのかなみたいなので見たいなっていうのはあるんですけど、あ、まだ見てないから、そうそう、ホラーの演出とか、うん、うんうんうん、うん、そういうのをは気になりますけど、うん、しかも清水監督だしみたいな、はい、でストーリー自体は確かにまあ本も読んでるし、うんうん、
まあレンタルでいいかなってなっちゃうまあそうですね、最近2月入ってから公開されたのかな。はい、うんうん、確か2月の10なんかでしたっけ。あ、ね、7か7か、そう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 、まあ1ヶ月ぐらい経ってるから、うん、まあまあもうね、みんな見たい人はみんな見てるし、うん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 、そうですね、うん、まあ今更ネタバレしたところでみたいなさ、うん、ところもあるからね。はい、だからそれこそみんなの感想とかも聞きたいですよね。まあどうだったのかって、ね、まあ、こんだけ言われた後に良かったですっていうのを勇気いりますけど私はでもそれはここが良かったっていうのを言っていただければ、うん、それも見どころになるんで、うんうん、浮間さんにウィークエンドシャッフルバリに酷評してもらいたかったよ振り切った酷評、歌丸さんの、はい、大好きですからね面白いですよね、面白い、うん、まあ、良かったところを挙げるならば、はいはい、うーん、まあ、聞いた話なんですけど、はい、その監督がまあ怖いって何かみたいなを突き詰めていくと、うん、差別になるみたいな、はい、普通じゃない何かが出てくるから怖いみたいなさ、はい、うん、それでそのこの映画の中では犬人間みたいなのが恐怖の対象になってるじゃない、うんうん、はい、それでさ実際にはいない、うん、異形のものというか、うんうんうん、そのアイデアを出したところがすごい、なんて今の今結構さ、まあ、人種差別も含めて、はい、いろいろ言われがちな、はいはい、うん、あれじゃないですか、うんうん、だけどそうやって普通になんかこう村人がとか、なんか部落の人がとかさ、うんうんうん、なんか虐げられてみたいな、うん、そういうのってさ、まあ、今でもそうそう今でも続く、うん、そうそうそう、なんかそういうさ、はい、叩かれやすいそういうのあるじゃない、はい、それを、うん、ありえない、うん、こう犬鳴村っていう名前に絡めてさ、はい、まあ、犬人間みたいな、うんうんうん、っていう対象を作り上げて、でもう完全にフィクションとして成り立たせたっていう、うんうんうん、それはすごく、うん、今時の、うん、なんつうの、今時の映画としてはちゃんと考えて作ってあるなっていうさ、うん、うん、それは思ったね、うんうん、な、まあ、すごいですね確かに、うんうん、それを生み出したのはね、うん、今向けというかね、うん、なんか嫌ですね、そのいや作品って分かってるし、うん、言わんでもいいじゃんそんなことっていう思いもあるし、うん、その言ってる人たちの気持ちも分かるし、うん、その中でわざわざそうやってやらないと作れないってなっちゃう、うん、今の世の中がちょっとなんか、あ、ちょっと息苦しさみたいな ね、ありますね、だいぶ表現と、うん、なんかあったよねこの前もそういうなんか名古屋のさ、なんかありました ね、 あのね、はい、芸術展のトリエンナーレの、あ、そう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 、うんうん、なんかこういう芸術だからいいじゃないみたいなさ、うんうんうん、そういう表現みたいな、まあそれでもやっぱりあんまり芸術のこと分かんない人から言わせたらそれはないんじゃないのってなっちゃうしさ、うんうんうん、うん、まあ、それをまあうまく今風にアレンジしたというか今風にまとめたなっていう感じはあったね、うん、じゃあそこも見どころですね、うん、それは確かに見どころだね、うん、じゃあこのここまで踏まえて、うん、木村さん的に、うん、レビューつけるなら星5のうちいくつですか、犬鳴村映画。星2ですなるほど俺あのポスターはすげえなって思いましたけどね、あ、遠くから見ると顔に見えるってですね、あれは欲しいなって思いました、家に飾っといても、なんかノンクレジットっていうか周りに何もない文字とか載ってないポスターが欲しいなって思いましたね、あ、別にどうなら作れそうじゃん、そんな、うん、え、どういうことですか、いや、その文字を消すっていうことですか、じゃなくて1からその トンネルの画像からそういう風に見えるように、多分作れるとは思いますけど、あれがオリジナルじゃないですか、うん、まあまあ昔からあるっすけど手法的には、うんうん、でもなんかあれはすごいいいなって、 色味とかも全部含めていいなって思いましたけどね。なんかこの撮影についてのことでトム君、あ、そうそうそう、あれね、なんかその今許可全然下りないんですよ、あの犬鳴村って撮影、ほうほうほう、だからトンネルとかも、そうそう、あれだから犬鳴村の撮影では、旧吹上トンネルが使われてますね、うん、あ、そうなんだ、うん、犬鳴村とし、あ、犬鳴トンネルとして、それどこだったっけ、トンネル、あ、一応東京になるのかな、あ、そうなんだ、へー、吹上トンネル、うんうん、99までありますけどね、
実際行ってきたことがあって昔、あの結構ね雰囲気はありましたよ。へえ、まあね、トンネルってだけで結構ありますよね雰囲気、うんうんうん、九州の話だけど、そう東京で撮ってる、東京で撮ってると。じゃあなんかその映画でこんだけ話題になってとかで、あのトンネルの撮影許可が下りないって、それこそなんかすげえ隠されてる部分があるって思っちゃいますよね。ああ、まあ、まあ危ない危ないっていうのが一番だろう、まあ、そういうのなんだろうね。だと思うけど。最後あいいとこもう一個あったわ。はい。エンドロールで流れる曲があるんですけど、はい、それは良かった。曲が。ええー、それはなんですか。そのために作った。あ、そう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 。誰かが歌ってたんですか。ミス王者みたいな。ああ、そうですね。名古屋の。あ、名古屋なの？はい。こっちの方で有名ですけど、うん、あの宇崎竜童さんの、はい、あの CM の優しいっていう、はいはいはい、あれあるじゃないですか。はい、あれを宇崎竜童さんの次に歌ったのはミス王者です。すげえミス王者のプチ情報が出てきたっす。はい、その曲が良かったのと。そのエンドロールでドローンで撮影した今の犬鳴村のそのトンネルを映すんですよ。ほうほうほう。それがあ本物だみたいな。おお。でもそれどうなんだろう実際さ今のトモの話だと。いや多分そうなんじゃないあの中で入っての撮影はしないはずなんで。うん、うん、うんうん。あの前のブロックとかの辺はしてると思うんですよ。してる？撮影は。あねその落書きが、はい、そのブロックのとこってあるじゃん。はいはいはい。その落書きが映画の中とそのエンドロールの落書きが違って。へえ。うん、あこれ本物じゃないかなって思った。お一応隙間があるから入れれるってことですよね。ドローン撮影はいけるのかもしれないですね。それはその撮影の許可とかは別にいいのかね。まず前中じゃなければ撮ってるんじゃないですか。いいのかな、うん、人が入らんければとか。うん、うん、やっぱりどうしても老朽化の問題だと思うんで。うん、ああなるほどね。なんかその心霊でなんかあるとかじゃなくて、うんうんうん、なるほどね。うん、その曲も良かったしの曲に合わせてのこうドローン撮影の犬鳴村は良かったなって。おめちゃめちゃ人気ですからねミス王者。あそうなんだね、はい、歌が上手いって昔からあ、ちなみに、はい、俺らが働いてたクラブにも来たことありますよ。あそうなんだ、はいはい、じゃあ私が音響やったかもしれないですね。やったかもしれない全然覚えてないけど多分喋ったことも何回かあるんじゃないかなって思います。結構来てたんで。あ、そうなんだ、はい、へえ。あれケイスケがよく配信で歌ってた最後の雨も、はいはい、あカバーしてる。よかったですよ。ちょっとその辺を踏まえてちゃんとDVD だったら見ようかなと思います見に行ってあげてよ映画館も苦手なんすよ。あそうなんだ、はい、でもなんかやっぱ見てる人が多いから興行収入も相当あるんじゃないですかね。あ、まあ、10億円突破したみたいなことだったよ。そうなんだ、うん、だからまあそれは私にとっての星2つだったかもしれないけど、はい、よかったっていう人はそのよかったって言うと思うからさ、うん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 、ぜひ見に行って行ってみてもらいたいなって思う。そうですね、うん、僕もちょっと映画館に足を運んで、おお、そうそうね、見ようと思ったら見ます。そうだね、はい、うん、まあということで、うん、あと犬鳴村の映画について話してもらったんですが、はい、実はその犬鳴村は実在しないって言われてる都市伝説なんですよ、うんうん、今現時点では、うん、ただここから皆さんスダモフっていう、うん、まあ、スダモフスダノフどちらとも呼ばれてるんですけど、うん、っていうユーチューバー知ってます？わかんないっす。これね僕おからじ始めた当初によく見てた人で、はい、でなんか一人で廃墟探索とかをするんですよ、はい、まあ明るい時行ってたり夜行ってたりするんですけど、まあたまには友達も連れて二人で行ってたりとかもするんですけど大概一人で行く。で九州のユーチューバーで、うん、九州の山奥いろんなところのみんなが行ってない廃墟に行ってたりするんですよ。うん、で年内に100万人だか何十万人だか行かなかったら引退するって言いながらずっとやってたんですよ、うん、あその当時に、うん、当時に、うん、でこの人面白いなと思って、まあ、結構かっこいい映像で、うん、スタイリッシュな感じに見せるんだ。でその子もちょっとビジュアル系チックな見た目してて、うん、でイケメンなんですよ、うん、でこうかっこよく撮りながら、まあ、トークはその普通にちょっとおふざけもありながらするんですけど、うんうん、
あ、僕好きだなと思ってツイッターとかも相互フォローとかしてて、うんうん、見てたんですけど、結果その何万人達成できなくて、はい、やめますみたいなことになってて、ほうほうほう、でそれぐらいの時期にそのさっき言ってた、有名な YouTuber たちが、うん、犬鳴村についてこう、うんうんうん、ホラー機関とかに取り上げたりしてたんですよ、はい、で行ってみたけどそんなとこはなかったとかっていうのを挙げてるんですけど、うん、それに対してそのスダモフさんは、うん、まあ福岡の人なんで、はい、その山奥を知り尽くしてると、まあ、みんなが知らない廃墟に行ってたりしてるんで、うん、もう僕はたどり着きましたと、皆さん、うん、ないって言ってますけど、うん、ありますよっていうのをずっと言ってたんですよ。おでじゃあ動画出せみたいなことになるんですけど、うんうん、その動画はもうあると、ただその達成した時に証拠として出しますみたいな、ああなるほどね、人数がね、はい、みたいなことも言ってて、うんうん、でなんかそれともなんか出さないみたいなこともあったんですよ、うん、それはなんかその持論で出さないで、豊橋廃墟団地じゃないですけど、うん、それにまつわるヒントみたいなのを言ってたりとかもしてたんですよ。ああなるほどね、ルートこうやっていくとありますみたいな、ね、ありますよみたいな、はい、でただだからみんな嘘じゃねえかみたいな風な流れにはなってたんですけど、うん、でそっからバーって月日が経って俺ある記事を見つけまして、うん、はい、4ヶ月前になるんですけど今から、はい、まあ、記事っていうか YouTube 上に上げられてたものなんですけど、うん、ちょっと読みますね。はい、はい、犬鳴村発見の YouTuber 山中にて遺体で発見される、うん、今年、去年ですね、2019年、うん、8月初め福岡県の山中で20代男性の遺体が発見されたと。その遺体の主は2018年末まで YouTuber をしていた某 S 氏であることが判明。犬鳴村をはじめ九州などのさまざまな心霊スポットを探検していたと。山中で登山客により遺体で発見される、死後2日後経っていたという。現在 YouTube 上に動画は残っておらず、死亡した原因やなぜ削除したかは不明のまま。彼の心霊スポット探索は基本一人で行っており、電波の通じない場所にもよく行っていた。今回も一人で探索中、何らかの事故にあったか、それとも、犬鳴村付近では行方不明事件、殺人、遺体遺棄などの事故が多く起きており、もともとは普通の心霊スポットだったものが全国最強クラスにまで成り上がっていると。その過程で広まった犬鳴村伝説、S 氏須田モフさんですね、によると、旧トンネルの先、脇道の 2,3 キロ先に現在も実際に実在しており、犬鳴村が犬鳴ダムに沈んだ犬鳴谷集落とは全く無関係であるって動画で言っています。うんうん、S 氏によると、犬鳴村伝説は事実に尾ひれがついて大げさに伝わったものであり、その中でも警告の看板、鎌を持って襲ってくる人などは過去に実際に実在していたって言っていました、うん、で現在はほぼ無人の集落となっており、所有者が管理するのみになっている。現在はトンネルや道は封鎖されており、たどり着くのは容易ではない。なんかこれ動画でも言ってたんですけど、山中を歩いていくとその行けるみたいな、この普段言われてるルートじゃない別の道があるんだよみたいなことも言ってたんで、うん、でその集落の本当の名称、犬鳴村っていうみんなが言ってるその集落は柳っていう漢字のつく地名だっていうことも動画内で語っていますと、うん、で謎の死を告げた S 氏は今も犬鳴村を探しているんじゃないかみたいな YouTube の動画が急にアップされたんですよ、うんうん、でこれなんで僕がそれを調べようと思ったかっていうと、須田モフさんのこと僕ずっと見てて、あもうやめたんだなって思ってたんですけど、動画が面白いんでもう一回見ようと思ったんですよ、うん、で調べたところ、チャンネルも削除されてるし、うんうん、ツイッターも残ってないんですよ。おで俺ってなって、あまあやめちゃったからもう完全に引退したんだなと思って、うん、なんか記事とかないかなと思って調べてみたら、はい、ネットで須田モフって入れると、スダモフ、スダノフ、失踪、スダモフ、スダノフ、死亡みたいな、うんうんうん、が書いてあって、検索ワードがね、はい、何これと思って見てたら、この動画にたどり着いたんですよ。お多分この動画はそのスダモフさんのリスナーさんがいろいろ調べて作ったものなのかなっていう、うん、今誰かが喋っとんのそれ。これ喋ってないです、誰かが動画内で文字を打ち込んで、うん、それがずっと流れてる動画、映画のエンドロールみたいな感じで、はい、今
ケイスケが喋ったことが流れてる。流れてるんです。あ、はい、っていうのが上がってるんですよ、うん、で、そんなことになってんだと思って、うん、でその人の動画の中に須田木さん失踪前の最後の動画みたいな、うん、本当に本人が映ってる廃墟探索してる動画が一本だけ残ってるんですよ、うん、チャンネルは別でアップされてるんですけど、うん、はい、っていうのがあって、あ、そうなんだって思ってたんですけど、まあ、それが4ヶ月前の動画になってるんですね、うん、とそっからちょっと調べてみたら今から3週間前にも1本動画が上がってまして、うん、それがもうちょっと詳しくなってる。おお、それをちょっと読み上げますね、はい、福岡 YouTuber スダノフ変死行方不明事件新しい情報ですと、うん、最後に会った人物 M さんの証言、2019年6月3日月曜日に福岡県北九州市小倉区熊本3丁目で発生した不可解な失踪事件です。何の変哲もない少し暗めの住宅街、小倉の南部に位置する町熊本3丁目。須田の夫氏は6月3日仕事から帰った後、夕方6時半頃から友人 M と会う約束をしていたという。友人 M が須田の夫氏のアパートに到着したのが夕方6時20分頃、 LINE で須田の夫さんが玄関前で待っとってって言って、しばらくして玄関から出てきたという。その時様子はいつもと変わらずヘラヘラしていた。喉が渇いたなどと言いながら玄関を開けた須田の夫。この時そばの棚にあった小銭、おそらくジュース2人分の金額を持って出てきた。服装は黒っぽい T シャツにスウェット、またはジャージ、海用のサンダルというかなりラフな格好だったと話す。須田の夫は友人 M にジュース何がええと聞き、M はお茶と答えた。須田の夫があら健康的などと言いながらアパートすぐ前の自販機に向かうところを友人 M は確認している。一緒に行ったわけじゃなく見てたんですね、うんうん、で友人 M はその時自販機の見える位置に座っており、スマホをいじるために彼から目を離した、うん、この間ほんの数秒間、その隙に須田の夫さんが消えていたと。ほう、謎ですよね。でこの時不審な物音、車が通る音などを一切聞いていないという、うん、ジュース買いに行って消えたってこと？そうです。でまた自販機付近に人が隠れられるような場所も一切ないと、うん、その後電話をかけたり LINE をするが一切反応がなかったため、うん、アパートに戻ったのかと思い勝手に彼のアパートへ入ると。そうすると スマホはアパートに置きっぱなしで電気もついたまま、いつも持ち歩いている財布などもそのままだったという。その後近くを通りかかった高齢者数名に見ていないか聞いたんですけど、その須田モフのことを、うん、目撃証言はなかったと、うん、それ以来8ヶ月以上が経過した現在でも彼の行方は不明のままだと。煙みたいに消滅した、どこに行ったのか全然わからないって言ってるらしいですね。誘拐なども考えにくいことから家出ということになって、ラフな部屋着にサンダル、所持金300円しか持ってないで、なんかおかしいなみたいな、家出するにも携帯とかを持ってくはずでしょうみたいな、うん、その後友人 M とは別の人物が、彼らしき人物が山の中で死んでいたっていう話を聞いたと。しかしこの遺体は現在でも彼だったかどうかは不明であると、うん、で以前 YouTube で心霊スポット犬鳴村に行った動画などを出しており、必ずもう一度行くと話していたことから、犬鳴村のたたりにより神隠しにあったのではと言われています。しかし そんな非現実的なことが起こりうるのか、一体どこに消えたのかは謎のままっていう2本の動画が上がってるんですけど、うん、これをもうちょい調べていくと、うん、また別の人が、うん、この友人 M とは違う友達の話で、うんその子も須田の夫さんと友人で、うん、連絡がつかなかったから家に行ったんですって、うん、そうしたらピンポン押しても出てこなくて、電話にも出んってなって、ドアガチャガチャってやったら開いてたからちょっと中入ったんですって、うんまあ、いつもの感覚でおいって入ってったら須田もがいなくて、携帯と財布が置きっぱになってる。あれと思ってすぐ帰ってくるのかなと思って待ってたけど帰ってこないから、まあ、またにしようと思ってその日は帰るんですって、うん、でそっからもう連絡も全然つかないまま約2ヶ月ぐらい経って、あいつなんだみたいな、うん、なんで無視すんだみたいな感じでもう一回家に行くんですよ。そしたらまた鍵が開いてて、うん、入ったら2ヶ月の前のまんまなんですって。あれってなって調べたら失踪したらしいみたいなのを知って、うん、でその人も調べてったら、その津田木さんの同姓同名同年齢同じような特徴の人が山奥で遺体で発見されたっていうのを知ったんですよ。でその人の見解だと、
山に詳しくて身体能力も高い人が事故で死ぬかねみたいな、うん、だとしたら自殺っていう線も考えられるなって思いながら調べるんですけど、実際は分からないと。でなんかもしかしたらただの同姓同名かもしれないからって言って、その動画を出して目撃情報を求めますみたいなのをやってて、またその人が別の機会に出した動画では、死亡したのが8月じゃないですか、でその後に、目撃情報があると、この須田モフさんの、だから本当に失踪しただけかもしれんみたいな感じで、その人のは終わってるんですよ。また続きの情報を求めますみたいな、っていうようなちょっと不思議な不可思議な記事を見つけたんで、今日は取り上げたんですけど。なるほどね、はい、それ一番初めのその見つけたって言った動画と、はい、その次の動画、はい、っていうのは同じ人？さっき話してたあの4ヶ月前と3週間前ってやつですよね、そう、あれは同じ人です。じゃあ追取材してるってことだね。そうですそうです。あ、そういうことか。で、友人 M っていうのは須田モフさんの友人です ね、うん、はい、その人が挙げてるわけじゃなくて、じゃなくて M さんが言うにはっていうことが、そうです、多分取材した結果っていうことだと思うんですけど、で俺これなんで須田モフさんかどうかがわからないのかなと思って、もし本当にそうで取材そこまでの取材ができる人ならと、わかんないですけど家庭状況とかは、実家とかにたどり着いて話聞くこともできるんだろうし、まあそのなんていうんですか、もしかしたら本当に死亡しちゃってるかもしれないから、そんなずかずかといけないからここまでで止めてるっていうのかもしれないですけど、それ身元がわかってるけど本人かどうかがわかんないっていうのがちょっとまた不思議だなっていう。そうだね、消え方もなんか不思議というか、まあね、でなんかそのもう一人の方が上げてる動画って言ってた6月のってことね、はい、あれの方は、そんな自殺するような前兆はなかったと、だから自殺は考えにくいって言ってるんですよ、はい、だから本当に犬鳴村にたどり着いちゃったがゆえに神隠しにあったんじゃないかっていう風に取り上げられてますね。実際もその須田モフさんのチャンネルはないと。ないですね。僕が最後に見た動画は、はい、その心霊系 YouTuber をもうやめるみたいな、引退ですってなった後に、はい、妹さんかな多分実のと YouTuber っぽい動画を上げ撮ってて、妹とデートしてみたみたいなのを上げてたのは覚えてるんですよ。あ、じゃあ妹に聞けばなんか分かりそうなもんだけど ね。あ、そうだね、そうだそうだとは思うんですけど、まあ、実際はそこまでは上がってない、まあ、ただ、そこで調べてたどり着いた結果、あ、不謹慎だから言わないでおこうと思って、まあ、自分はその真実にたどり着けたから、上げてないだけかもしれないですけどね。まあまあそうだね、とかそもそもその山中で見つけた死体がみたいな話だったじゃん、はい、それが本当の話なのか。そうそうそう、気になりますよね。その、なんかもう例えば、まあ、本当の話だったとしてもその記事自体は本当にそういうのがあった記事で、で、まあ、それは何でも出どころがさ、ちゃんとしたソースじゃなくて、まあ、ネット記事みたいな。ネットでとか、でその須田モフさん自身はもう YouTube を YouTuber を やめたから、まあこれからは新しい人生を歩んでいくぞっていう気持ちで、まあ、そういう記事を流したというか、自分はいなくなったんだっていうような記事を流したかったがために本人が捏造した記事かもしれないし、でも それだったらありがたいですけどね。そうだ、まあ、死んではないもんね。死んではないから。そうそう。とかその、一歩目と二歩目の動画を上げた友人、はい、っていうのものこの事件に便乗した再生回数を稼ぎたいがために勝手に作ったストーリーを上げてる人かもしんないし、ありえますね。ね、全然ありえると思う。もうなんかその辺ってさ、あの2チャンネル、昔の2チャンネルみたいにこう、あの書き込んだ人がどんな人か分かんないから、この話が嘘かどうか分かんないみたいな、っていうのに近いなと思って、でしかもさらにそうかもしれないって思うのが、はい、そうやって情報を求めるというか、
本当かどうかわからないみたいな動画を上げてるんですけど、うん、コメント欄オフになってるんですよ。あ、はいはいはい、もしその情報とかを知ってる人に聞きたいのであれば、うん、間口はね広い方がいい、うん、あった方がいいかなっていう。だ、ね、まあ、ただそういうのをお前が取り上げてんじゃねえよみたいな。あ、まあ、そういうのもあるよね。あるかもしれないから、まあ、誹謗中傷もね、うん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 、でまあちょっと本当にどうなっちゃったのかなっていうのは知りたいっすよね。まあ、僕はファンで見てた側なんで。そう、俺もケイスケにその時ちょうどこれ面白いよみたいな、うんうんうん、こういうやつやりたいんすよみたいな、そうそうそう言ってたんすよ。もう一人で行って撮ってきてとか、俺 iPhone でもできますしっつって、うん、だから第2のね須田木がここにできるかな。めちゃめちゃすごいんですよ。だってその人、山口県のだからみんなが行ってないような廃墟とかを探して見つけて行ってきたりとかするんですよ、うん、すげえ山奥にある、はいはい、で山口県にある廃墟がそのスダモフさんが見つけて動画上げたことから、うん、スダモフ山荘っていう名前がついたんですよ。すごくすげえすげえ。その山口県の心霊スポットランキングみたいな中に入ってるんですよ。うん、まあ現在ちゃんとした霊障は起きてないよみたいな。うんうんうん。まあ、はい、ただの廃墟みたいなね。はい、スダモフ山荘って呼ばれるっていう。これはもう巨大廃墟団地探すしかないわ。そうですね。登録者数何人ぐらいおったの？いや覚えてない。結構何十万おったと思うんですけど、ね、何十万、はい、結構いたよね。結構いた。なんかあの上がってくところがだったっすからね、うんうんうん、俺はケイスケに教えてもらったのが、この人今すげえ上がってんすよみたいな。すげえな。だいぶいたんすけどね。それでこう公約達成できなかったからやめたっていうのもすごいね。うん、なんだかんだ言ってね、残りそうな。そう、なんだかんだ残りそうな感じだけど、なんかこれで、なんかその動画自体にはそんなんだったっすけど、それについてこういろいろネットの記事とかを見てると、うん、実はその犬鳴村が映画公開されるっていうぐらいの時に上がってるんで、あ、はい、それのための復活劇を作ってんじゃないかみたいな説もあったんですよ。あー、なるほど。そっから本当にあるんだぜを出すんじゃないかみたいな憶測みたいなのも飛び交っとったんですよ。うーん、それだったらそれでね、うん、また面白いですけどね。そうだけど、まあ結果はここまで来たけどそれも上がってないからっていう。あ、まあちょっと不気味だし、ちょっと不思議な。そうなんですよ。まあ、どこまでが真実か分かんない。特にその3本目の動画っていうの、はい、なんか友達が訪ねてったら携帯と財布があって2ヶ月後にまた訪ねたらっていう話も、うんうん、もうそのまんまだったってやつですね、みたいな話も、うん、家賃の支払いとかもあって、そうそうそう、思ったっすね、思ったっす、大家さんは見てんじゃないのっていうなんかとかさ、うんうん、その2つの話を受けて、うん、創作したものみたいな印象を受けちゃうんだよね。そうですね。だからまあ結果本当にどうなってるのかが分かんないんで。分かんないね。大体失踪だと郵便物でって言いますもんね。なるほど。溜まってくから、まあ、新聞取ってないところはあれですけど、うん、まあ、郵便物がどん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 溜まっててもう入れれないぐらいになってくるからっていう、うんうん、なんかまあ本当にもしかしたら亡くなっちゃってる可能性もあるんで、そんな好き放題は言えないんですけど、でもそのパッて見つけた時に怖い話で、あ、この話考察してって思うような話あるじゃないですか、うん、あるあるぐらいの衝撃を受けた記事だったんで、うんうんうん、そうだね、うん、まあ圭介好きで見とったらね、そりゃもう、うん、どうなったのってなるから。そうなんですよ、本当に見てた人だったんで、うん、考察の余地もめっちゃある話だった、うん、そうなんですよ、うん、だって俺らですらさ、パンって動画やめてさ消えたらさ、うんうんうん、どうなったのかなって思う人は何人かおると思うよ。あ、まあそうだね、たかだか3万人でね、うんうん、あ、何十万もおったらそりゃそうですよね。は、歌も上手くてね。あ、そう、トンネルの廃墟、あ、トンネル、ハイトンネルとか行くと、うん、そのトンネルの中でさらっと歌うんですけど、うん、上手いんですよ。で結構イケメンの子だったんで、うん、コメント欄とかもファンみたいな子もいたし、
あもうやめちゃうのもったいねえなって思ってたんすよ。でもチャンネルを消すっていうのはすごい、本当にすごいよね。だって別にやめましたっつってそのまま上げといても、うん、YouTube って収益になるじゃないですか。ああそうだね、うんうんうん、だからもうそんだけ何十万もおったら結構長くだとは思うんすよ、うんうん、月に入ってくるのも、うんうん、はい、だけどそれを消すっていう選択もまたすごい、ね、でも分かんないですよ、それを本人が消したのか。そうそうそう、分かんないけど、分かんないよね、そうずっとアップロードされてなかったから俺はもう気にもしてなくて、あやめちゃったなって思ってましたけど、うん、その亡くなったっていう事実があってから誰かが消したかもしれないし、そうね、そう気づいた時にはなかったっていう感じだったんで僕の場合は。それはすごいわ本当に。なんで詳しい人がね、と僕スドモフの友人で、うん、知ってますよっていうことがあったら、あうちはコメント欄開放してるんでね、はい、ああそうですね、うん、情報がありました。ううでもオカルト好きな人だったらそうお仮面の中にも見てた人は絶対いるだろうね、うん、そうですね、うん、いると思います。で詳しいことを知ってる人いるかもしれないから、うん、そう僕ねそのまだオカラジ始めてすぐぐらいの時にスダモフさんの動画これ面白いみたいなのあげたことあるんですけど、それでも、私も見てますみたいな人がいたんで、多分見てた人もいると思いますよ。そうかそうか。あとはあれですね、犬鳴村の話場所知ってる人。ああそうですね。よかったらコメント欄に。柳のつく。柳のつく、うん、場所、ね。場所だったって。まあ、あと犬鳴村の映画犬鳴村の感想ね。感想ですね。そうですね。教えてほしいな、はい。だから今日はもうちょっとこういうまとめて自分なりの持論とかも踏まえて言いたかったんですけど、はい、ちょっと事件性のある話なんで。うん、控えてこうふわっとした感じになっちゃいましたけど、あなるほどそういうことね、うん、まあ、でも、内容的には面白かったんじゃないかなと、うんうん、興味村たっぷり持ちました、うん、うん、これを機に真相を解き明かせと、はいはい、みんなでホラーを追いましょう。わかりました。なんかちょっと聞いたことあるような。この話もし自分だったら、うん、ありがとうございました。ありがとうございました。ではまた後ほど。